はい、たまたまです。兄の宿です。弟たくみです。お願いします。はい、京セラに来てました。今日はね、練習試合ですね。もう自チームやからな。はい、うん、ゼストベースボールクラブです。はい、お世話になってるね。そうです。はい、京セラで相手はホストクラブチーム、名古屋のホストクラブチームということで、ちょっと気合い入れてね、喧嘩自慢でもあれや、負けたらホスト俺黒髪するわ。じゃあ俺、君はストパー当ててくれる。ストパー当てるわ。じゃあとりあえず頑張っていきましょう。2時間9時ぐらいまで。そうやな。はい、気合い入れて頑張っていきます。勝ちましょう今日は。はい、お願いします。
れ様でした。いやーよかったっすね。ちょっと京セラでねエンディングを撮る時間がなかったので帰ってきてからっていう形になったんですけども、いました、フェンチョク。もうあれがね限界でしたね。ちょっとどっちかといえば打球は詰まってるかなと思うんですけども、まあ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 ほぼほぼ完璧に捉えて角度も良かったし、で匠に関しては3安打、僕はまあポテンヒットで入れたら2安打っていう、まあ、ちょっとしょぼいんですけど、なんとかね、最後にねフェンス直撃という記念に残るような打球を打てて良かったです。相手チームはねオープニングでも言ったんですけど、ホストクラブチーム名古屋のね、思ったよりちゃんと野球できてましたね。うん、ちょっとそれは舐めてた部分があるんですけど、前乗りして、事前に練習してから京セラ入りっていうことで、めちゃくちゃ気合入ってるからめっちゃ強いんちゃうかな思ったんやけど、大阪のチームもね、こちらのチームもなんとか12対1でコールド勝ちコールドはないけどっていう感じでしたね。とりあえず京セラ良かった。だいたい27万円ぐらいするらしいです、京セラ3時間ぐらいで。まあでもね、まあ人数制限今あるので、まあ、1人1万円以上ぐらいかな、1人頭にすればっていう感じのね。やっぱね、いい球場でやるとテンション上がるし、すごい嬉しいですね。久しぶり大人になってから何回かやってるんですけど、やっぱいいね京セラドームで。また京セラでね、次回はホームラン打ちたいですね。あれがね多分120メートルぐらいは飛んでるんですけど、ポール際やったらみたいなやつやね。フェンスが高い、京セラの壁は高いです。まだまだやらんといけないです、練習。はい、楽しかったです。皆さんご視聴ありがとうございました。